こんにちは、ひなです。こないだ千葉県銚子市に遊びに行ってきました。おいしいお魚を食べたり、いっぱいお買い物したり、地球が本当に丸いか確かめたりしました。とっても楽しかったです。以上です。嘘です。銚子市に行ったのは本当です。でも一番の目的はある農家さんに会いに行くことでした。その農家さんは銚子ウッド村ファームさん。トマトの生産を主体に経営されてるんですが、いろいろとすごい農家さんなんです。もう一言では言い表せないくらい。私だけじゃとても説明できないので、この人に聞いてみようと思います。銚子ウッド村ファームでトマトを管理しているリコちゃんです。それではリコちゃん、自己紹介をお願いします。銚子市特別観光大使、銚子ウッド村ファームのトマトの管理担当、銚子西部高校1年生リコです。実はカボロ、ラディ、ブリと一緒に全宇宙の野菜を狙うインセクターを追って O831 星雲から来たお野菜星人なんだよ。イベントとかで会えたらよろしくね。なんとリコちゃんは宇宙人。そしてリコちゃんに会えるイベントがあるんだね。どんなのでしょう。例えば地域密着型同人ライブイベントの銚子フェスティバルや e スポーツ大会の衝撃とか、もういろいろありすぎて自分でもわからなくなっちゃうくらいだけど、ウッド村ファームは農家の枠を超えてたくさんのイベントを主催したり、全国のイベントに参加したりしているから、リコはそのお手伝いもしているんだよ。リコちゃんもウッド村ファームさんもすごい個人経営の農家さんでしたよね。一体何者なの？ウッド村ファームは千葉県銚子市の専業農家で、15代にわたって代々農業を受け継いできた歴史ある農家なんだよ。伝統を守りながら新しいことに挑戦していくことで、たくさんの人に銚子と農業を知ってもらいたいっていつも木村 P は言ってるよ。特別観光大使に任命されたのも、いろんな活動が認められたからなんだね。ね、それもそうだけど、中心となって一番はみんなの応援のおかげだと思ってるから。リコちゃん、どうぞ頑張ってください。よろしくお願いします。一生懸命頑張るよ。そして一日警察官にも。衣装がすごく似合ってました。ありがとう。リコも突然のオファーでびっくりしたし、本物の府警さんの制服を着せてもらったからめっちゃテンション上がっちゃったんだよね。あ、でも当日は一日警察官としてちゃんと任務を遂行したから安心してね。完全に一農家の枠を超えちゃってるリコちゃんとウッド村ファームさん。本業以外もすごいけど、本業もすごいんです。ウッド村ファームさんではどんな作物を作ってるの？ウッド村ファームではトマト、大根、キャベツ、お米、トウモロコシを栽培しているよ。そんな中でリコちゃんが担当しているのがトマト。ということで、トマトについてもいろいろ教えて。トマトの品種は大玉トマトのリンカっていうんだ。過去にいろいろな品種を試した結果、銚子の気候に合うこの品種にたどり着いたんだって。うちもリンカ作ってるから、リコちゃんにアドバイスもらわないと。ツイッターで見たんだけど、ウッド村ファームさんのトマトが銚子で一番糖度が高かったんだって。その秘密を言える範囲で教えて。本当は教えたくないんだけど、今回は特別だよ。主に2つあるんだけど、1つは土の足りない成分を調べて肥料の種類や量を調整すること。もう1つは毎日の気温や温度を見極めて水まきをすることかな。まあリコにはまだ難しいことなんだけどね。水と肥料は千狩り農場もいろいろ試行錯誤してて、やっぱりそこが一番のポイントなんですね。そうだ、
ウッド室ファームさんのある銚子について教えて。銚子市は夏は涼しく、冬は暖かく過ごしやすい気候の町です。太平洋で獲れるお魚は新鮮で美味しいし、太陽と潮風を浴びて育ったお野菜も美味しいし、もうほんと最高って感じ。見どころ満載の観光スポットもたくさんあるし、イベントもたくさん開催されているから、皆さんもぜひ一度は銚子に来らせ。千狩農場のある会津は内陸だから、銚子で観光してた時に町の作りも雰囲気も全然違うなって実感しました。お魚が美味しいのが羨ましい。じゃあ今後の活動の予定を教えてください。今年はウッド村ファームは5周年ってことで、スペシャルな企画盛りだくさんで頑張るよ。それと全国のいろんなイベントにも出てみたいな。ウッド村ファームさんの野菜を買いたい場合はどうすればいいの？基本は JA さんに出荷しちゃうけど、通販やイベントに出店した時に販売するかも。じゃあイベントの予定は Twitter でこまめにチェックしたいと思います。最後に動画を見てくれてる人にメッセージをお願いします。今回はリコのお話を聞いてくれてありがとう。これからもウッド村ファームは予測不能な企画をバンバン打ち出していくから、しっかりついてきてよね。そしてひなちゃん、これからも農家のキャラクター同士頑張ろうね。はーい、ありがとうございました。リコちゃんもウトムラファームさんもとってもアクティブ、農家の枠にとらわれないというか、とらわれなさすぎて何でもありですごすぎます。今後の展開が気になります。これからも情報交換したり見学に行ったり遊んでもらったりしたいです。千狩り農場でもリコちゃんたちを見習ってイベントを開いたり、いろんな催しに参加したりできたらと思ってます。リコちゃんのツイッターとウッド村ファームさんのツイッター、そしてホームページへのリンクを概要欄に載せていますので、ぜひぜひ見に行ってください。今日はここまで。それでは。